お疲れ様です。まあいいものって取られちゃいますよね。昔から言うんですけども、金持ちは金庫を用意するみたいなね。だから金持ちになると金庫を買わないといけないっていうことになるわけですよ。なぜなら取られちゃうからです。で、何回かお話しましたけども、土に帰るって話ね。タコも高く上げれば上がるほど転落して壊れるリスクがあるんで、自らこう下ろしてあげるっていう作業、それが土に帰る、土になるべく近くやってあげるってことですよね。まあ、だからその有名になれば有名になるリスクがかかりますし、無名なうちだからできることもあるしっていうところで、自分の住みやすい高さの上空に上がる、で地面がいいんだったら地面にいるってことじゃないかなと。誰かがね、雲の上で、素晴らしい暮らしをしてるからって言って、必ずしもそこに行けば自分も幸せが得れるわけではないし、そこに行くと見えてない苦しみに苛まれることもあるのかなと思うわけですよ。結局あれですよね、幸せってどこまで積み上げたら幸せなのかって感じる方法もありますけども、今あるものの中から幸せを見出すっていうこともできるのかなと。どちらにしてもないものを嘆くよりも、ないものに対してね、憧れを持つっていう発想の転換とか、手放したものに対してまた愛情を注ぐみたいなね、なんかその小中学生とかの思い出がどん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 年齢によって美化されていくって人いると思いますけども、そこにはね、自分なりの脚色とか解釈を付け加えるでしょうからでしょうね。例えば小学生中学生の時に先生に嫌な目に遭わされたっていうことも、後になってみたら、あれがあるから今少々のことは耐えれるんだっていうふうに、この思いを転換することができるようになれば、マイナスもプラスにできるってことなのかなと思うんですよね。まあそれがだから、住めば都、離れれば思い出に通じるのかなというところでございます。じゃあ今日も行ってみましょう。